柱間か。お前も俺も望んでも届かない。俺たちの生きてる間にできることは知れてる。だから託していかねばな。相変わらず甘いな。だがそれが正しいのかもしれんな。お前の夢はまだつながっている。後ろをついてきてくれるもの、託せるものを育てておくことが大切だった。後ろに立たれるのが嫌いだったからな。俺たちは忍びでいつ死ぬかもわからぬと言った。敵同士腹の中を見せ合って兄弟の杯を酌み交わすしかねえと。ただ戦友として酒を酌み交わせる。それなら俺たち。頃合いだな。御影たちも江戸天聖たちもわしが下日する。行ってこい。父ちゃん。そうだ、言っとかなきゃなって思ってたんだ。誕生日おめでとう。本当に立派になったね。サンキュー。俺たちは下方の存在、いつまでもここにいるわけにはいかない。ちゃんと飯食ってから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。たまに木の葉の温泉行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど。それから勉強は全くうまくいかなかったけど、全く落ち込まないっていう自信っつうのかな。高橋先生の言うこともちゃんと聞いてたぞ。尊敬してるし、ここにいるから直接聞いてもいいってば。先についちゃダメダメだったけど、エロ仙人は三人としてはかっけえ忍びで一番尊敬してんだ。ただ母ちゃんは、母ちゃんみたいな女を見つけろって言ってたけど、夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。分かった、全部しっかり伝えておくよ。